ラジオ系 YouTuber ゆうちゃま、 YouTube 活動初期を振り返ってみた。どうもゆうちゃまです。気づいたらゆうちゃまは2019年12月末から始めて YouTube、 はや約3年活動してることになるんですよ。当時は一人でも多くの人が動画を見てくれたらいいな、そんな気持ちでやってました。もういいよ、100万回とか1000万回とかそういうのを目指してなくて、1回でも再生されたらいいや、1回でも誰か聞いてくれたらいいや、そんな気持ちだったんですよ。もうなんか何万人登録者を目指そうとか、そんな夢のような話で、100人集まったらいいなっていう、こう友達100人できるかなっていう感覚だったんですよ。なのでなんかこう今こうやって続けられてることが本当に不思議で、飽きるかなとか思ってたんですけどね、続けられたことにも幸せ喜びを感じております。本当にね、こう皆さんのおかげなんですよね。こうやって続けられたのも聞いてくれる人がいて成り立ってるので、本当に登録してくれてる方、今聞いてくれてる方、ありがとうございます。で、 YouTube 始める前は友達とか家族とかに誕生日動画とか旅行動画とか数人のために作る動画を作って、まあ喜んでもらって自分が満足する、友達も満足する、ウィンウィンの関係、そんなんでいいじゃんみたいな、そんな感じだったんですよね。少しずつね、そういった形で動画を作り続けてると、まあ欲が出てきて、まあこう見せる相手もちょっと増えてきて、こう続けてたら、こうなんですかね、僕と全く関係ない人が動画見てると面白いんじゃないかな、なんかそんな場所があってもいいんじゃないかなとか思うようになったんですよ。そこが、まあ、YouTube だったんですよね。最初は本当に試行錯誤で、もうラジオっぽい感じではあったんですけど、もう CD とかグッズの紹介とかして、手が映ってる動画でこう音声をこう声出すみたいな感じだったんですけど、もうね、恥ずかしい動画ばかりなんですけど、もうね、あの動画があって今のこのスタイルがあるので、本当に続けてきてよかったと思います。気になった人はぜひ一度見てみてください。当時は大学3回生で、もうこの活動をしたことで映像や動画系の仕事につけたらいいな、そんな思いでやってましたね。何かこう実を結ぶんじゃないかみたいな。それが今本当に実現して、お仕事で動画系のお仕事もしてるんですけど、まあ、詳しいことはね、まあ言えないんですけども、プライベートでもこういったラジオ動画を作れてることに、もうね、喜びを感じてるんですよ。マジで本当に嬉しいんです。もう聞いてくれてる人、見てくれてる人、出会ってくれた人に感謝、本当にそうなんですよ。ないですからね、こんな90年代のドラマ語ったり仮面ライダー語ったりして、アニメとか語ったりして、ここまで聞いてくれる方々、どうしてもやっぱ直接友達に言って終わりとかじゃないですか。こういろんな人が聞いてくれるっていいですよね。ありがたいです、本当に。頑張ります、これからも。だからね、本当にこう活動を始めた時の当初の自分に言ってあげたい、なんとかなるからってドラマとかアニメとかを特撮語ってますけど、なんかスタンスは学校の教室の休み時間にどうでもいい話をダラダラおしゃべりする、そんな気持ちでやってるんですよ。なので、まあ興味ない話はまあ興味なくていいと思いますし、興味ある時は覗きに来てくれたらいいなみたいな話に、こう集まって来てくれたらいいなみたいな、そんな感じでやってるので、もう緩い感じでやってるんで、もう動画作りはもちろん頑張ってるんですけど、まあ気兼ねなく遊びに来てもらえたらいいのかなと思います。で、これからね、まあ今3年目って最初の方で言ったと思うんですけど、4年目5年目と続けていけるように、ゆうちゃま、もう体調気をつけて、しっかりたくさんドラマを見て楽しんで、面白く楽しく語って、ゆうちゃまの独り言続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。もうね、頑張りますよ。それでは、これからも応援よろしくお願いします。ゆうちゃまでした。これからも頑張るぞ。えいえいおう。最
後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。